今回は、スーパーラッキー装備召喚やっていきたいと思います。いや今日がラストですね。でもうここはバーストが確定ってことなんで、欲しいキャラクターも山ほどいるんだけど、正直ね、何が出ても嬉しいよね。ほとんど持ってないのばっかりだから、でまあ個人的にはやっぱり昨日も欲しい欲しいって言ってたキスティスさんのバーストは欲しいかな。あとはもう、あでも回復系もあるんだよね。回復系も欲しいな。あと魔法系。よし、行こうか。見ててもね、種類が多いから。はい。25個。はい。はい。頼むよ、頼むよ。最後、最後だからね、今日3日目の。あーまあまあ、2個2個2個。いや、いいよね。だってバーストが2個もらえるってところだもんね。あとは被ってなければ。はい。これ、すごい出るね。ごめん。見たことある。お。メフィア専用。8連の強力な炎の属性か。物理攻撃。あ、しかも炎属性まとい。まとえるのはいいね。あれでもまとえるんだよね。じゃあ昨日もラインナップにあったってことだよね、これ。で、あー、レナ嬉しい。回復系だよね。味方全体中華プラス2レイズ。自身の精神と、魔法もアップ。あー、でも、北村に4回連続の水属性、その攻撃と自身の精神アップ。攻撃なのか、片方が。片方がね、回復大とかの方が嬉しかったけど、味方全体を小回復ついてるから全然。いや、これは嬉しい。回復系はね、アサイラムしか持ってないから。なるほど、こんな感じかな。なかなかやっぱ欲しいのは出ないよね。地味にミーを狙ってたんだけど。出なかったね。で、次はフェスだよね。フェスの内容的にね、第2弾を連続しようかなと思ってて、シャントット先生のね、バーストが入ってたから、そこを狙っていこうかなと思うんだけど、今ミサイルがね、50個しかないから、なかなかそんなに回せないかもしれないけど、的には第2弾全力。あ、はい。はい。バイバイ。